吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉です。今日は神奈川県の南足柄市にやってきております。こちらの方では足柄茶というものが作られておりまして、今年の新茶2011年の新茶の中から放射性物質のセシウムが測定をされたということが今話題になっております。そのためにこの神奈川県は新茶の出荷を取りやめたという非常に気の毒なことが起きております。この理由というのは福島で原発の事故によりまして放射性物質が大量に飛散をしたということによりますが、はるかこの200キロ300キロと離れた地域でもこうしたことが起きたということは非常に大きな事件でして、この今回の放射性物質の汚染というものが非常に甚大なものになってきているということが明らかになったというふうに考えます。当然新茶ですから、この土中から吸収した養分によって検出されたというふうに考えられますが、放射性物質のセシウムが検出された理由というものが、今回この要素は半減期が短くてすぐなくなっているが、セシウムの方は半減期がこの長くてその影響がずっと残ったというふうに考えられるわけであります。この南足柄地方はこの茶畑に限らず広いこの地域にたくさんの足柄茶をそれぞれ作っておられます。今回山北町の製茶工場で作られたものの中からこの検出されたということで、全部が新茶が取りやめになるわけでありますが、非常に気の毒なことです。今回の放射物の検出、もっともっと詳しく調べてこの取材できる形になっていきますように願うわけであります。それにしても今年の農業関係者の皆様方の苦労というのが非常に気の毒な状態ですし、また消費者にとりましてはこうした安全な石というものを取ってもらう以外にないわけであります。それにしても今回の福島原発の事故というものはそれほど広範囲に影響を与えているということが重大なことだろうと思いますし、今後この原発の事故が収束をしたというふうには言えませんので、定期的にこの私たちの町田市を含めて、全くやっておりません町田市を含めまして、空中放射線の計測、土中の計測、あるいは農産物、そうした消費者がまた口にいたしますこの海産物等を含めまして、放射性物の検出というものを自治体が責任を持ってやらせていくことが私たち議員の役割だと思っております。それにしても町田市の対応の遅れというものが非常に気にかかるところです。終わります。